皆様本日もようこそお越しくださいました。とても気持ちの良い風が吹いていますね。東京都の歌トカの演奏で始まりました水曜コンサート、お昼のひととき警視庁音楽隊の吹奏楽でお楽しみください。第1102回水曜コンサート、主催は東京都公益財団法人東京都歴史文化財団、毎日新聞社でお送りいたします。そして司会はフリーキャスターの高尾千佐でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。席の方もだんだん埋まってきましたので、席を詰めながらですね、皆さん協力しながら楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。では本日最初にお聴きいただきます曲ですけれども、チェコの作曲家で指揮者のユリウス・フチーク作曲のフローレンティナー行進曲です。フチークは生涯の大半をヨーロッパのさまざまな軍楽隊で指揮者やファゴット奏者として過ごし、チェコのマーチ王と称されることもあります。現在でもチェコではフチーク作曲の行進曲が愛国的な作品として演奏されています。この曲名になっておりますフローレンティナーとはイタリアのフィレンツェのことです。フチークがフィレンツェを訪れた際に作曲した南ヨーロッパの雰囲気が感じられる軽快で美しいマーチとなっております。指揮は隊長佐藤慎吾、演奏は警視庁音楽隊の皆さんです。それではお聴きください。Thank you.
どうもありがとうございました。